後藤隆史は、地方競馬の佐賀競馬場、東三好旧社所属の元騎手である。勝負服の柄は、同期、桃菱山型一本輪、袖桃。熊本県出身、血液型 B 型。荒尾競馬場の後藤佐文言長教師は実ッ1999年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月3日、 1> 第1回アラオ競馬1日目第2競争アラブ系 C 級条件戦を吉野王女で優勝し初起場初勝利2000年9月26日第15回全日本新人王争派戦優勝同年12月24日第13回アラオ競馬6日目第9競争第21回九州ジュニアグランプリをエスパーアラオで優勝し重賞初制覇 2001年地方競馬通算100勝達成。2004年1月24日、第1回小倉競馬3日目第10、競争か笹木賞で頑張る強しに騎乗し、中央競馬初騎乗。2006年3月8日、第17回荒尾競馬2日目第5、競争サラブレッド KC 級1組条件戦を、ルーベラで優勝し、地方競馬通算300勝達成。 2007年7月8日付で、佐賀競馬の東ずまみよしへ移籍。2008年1月31日付で、機種廃業が発表された。地方通算成績は4066366勝2着395回3着494回、勝率9.0%、連帯率18.7%中央競馬2戦、0勝。ありがとうございます。